やつだ。Thank you.
ドはずっと一人で大穴の調査を続けていた。そしてルトゥに戻ってきたの。私たちに危機を知らせるために。レド、久しぶりだ。君たちは変わらないな。年を取ったのは俺だけか。それは事実なのか。地割れとは言えないような。そう、大穴。それが各地に。大穴に隠された真実を暴かなければ。真実？大穴に何かを見たのか？いえ、何も見てはいません。ですが聞いたんです。大穴の底から響いてくるモンスターの声。モンスターの声？ああ、ただならない予感がする。この世界は破滅に向かってしまう。信じがたい話ではあるが、調査をする必要はありそうだ。そして私たちはこの地にやってきたの。大穴に隠された真実とはこの音のことか。そう、これは声だ。紛れもなく声だ。始まり。何がだ。そうか、これは産声だ。レンス、これが彼の運命だったのです。なんと儚い、なんと不確かなものなのだ。レドの力をもってしても、大いなる自然を前に人の力でできることなどありはしなかった。
世界の状況は日々悪化していった。そんな時、マモリレウスが生きていて、ハコロ島に戻ったと聞いたの。私はマモリレウスに会いに行った。そして、あなたに出会った。レドは大穴の真実を知ることなく言ってしまった。私は、レドが果たせなかったことを果たしたい。そのためには、レウスとあなたの力が必要なの。ありがとう。俺たちは仲間だろ。一人で責任を感じたり、悩んだりしなくてもいいんだぜ。仲間。そうね。私たちは仲間。見て。真実を突き止めなければ。行こう。